ということで、ジュラシックアカデミーに今日は、はい、来ています。ポージング動画ですね。その日本クラス別に向けて、あともう3週間ないのかな、向けて、まあ、ちょっとやれることはやっておこうと。まあ、正直保険めちゃくちゃかけておくと、まあ、関東の時と比べると皮膚はかなり分厚く、足トレ週明けに2連チャンやってて、まあ、足はむくんでめちゃくちゃ言うんですけどめちゃくちゃ保険かけておくんですけど、おととい昨日と日焼けをしてむくんでほてってると、とりあえずパンパンですよと、これが本来の僕の姿ではないというのをめちゃくちゃ保険かけておくんですけど、だとしてもせっかく今日は木田さんに時間調整していただいて、こんな、まあ、ポージングのね、こう形もだし、ああそうです、体のことはね、はい、まだ気持ちがある、もうなんとかこのボテッとした感じをクラス別には取り除いて、まあ、やっていきたいんですけども、まあ、まずは形だけでもちょっとポーズ見ていただきたいので、ではよろしくお願いします。Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. His life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill on discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh! You try to play, but you never gonna be. The way what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People are the sheep who feed, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're sleeping. Better stand tall, ready for the fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives. You create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no good vibe, no mean boss. はい、といった感じです。ポーズはもう本当に癖が上手ですね。はい、ありがとうございます。気になるでいうか、右の肩のラットスプレッドの時のラットスプレッドが、こちらはちょっと広がりにくいのかなっていうのは、この左が広がってて、ここはちょっと狭いですね。こっちの方が、そう、筋肉自体の問題ですか？筋肉じゃないですね、うん、ちょっとこっちが狭く見える、はい、こっちがしっかり、はい、あと甘いっちゃ甘いんですけど、うん、結構効果の筋肉がカットが出やすい。足なんかそうですか？そうですね、足は踏ん張れば出るみたいな。若干が出るそういうハードさじゃなくて、密度感というよりやっぱりアウトラインと一個一個のカットがしっかり出てる。最終的には多分やっぱりあと3キロぐらいは。そうですね、受けたの。まあ、ちょっと今何キロなのか分からない、今日測っていないんですが、見た感じのこう、うん、3キロぐらい。そうですね、でもですね、カットが出るんで、はい、そこまで甘く見えないですね。あ、そうですか、はい、背の高さも感じさせないですね。こうどっしりしてる、詰まってる。あ、やっぱりこれ多分デッドとかスクワットが強い体重心が高い感じ全然ない。やっぱ身長はまあまあある割には、まあ隙間がそこまでないんじゃないかなみたいな。広がりも多分自分で言うのなんですけど、背中の広がりもないわけじゃないし、足も横向いた時もこのハムのサイズ感っていうのは結構自分では武器だと思っているんですが、すごいいいものだと思います。なんでもう何年か先、3年先、今5年先に、さっき言った女子5体重で仕上がって100キロで、いけるわけです。あとはもうトレーニングが一個一個かなり大雑把なんだね。
そうですね、はい、とても大雑把で、まあ、今日の肩もそうですし、うん、多分あんまり胸もあれですよ、なんかもうかなりあっさりしてる、はい、その辺どんどんこう突っ込みどころないときにするようにして、うん、いけたらいいなと思います。なるほど。ちなみにあんま木澤さんってもう顔が見せないですかね。そうですね、今見せない、見せないですよね。腕ぐらいだったんですよ。うわすごい、これこれがよく日本一のピーク。これ僕まだこっからですからね、最初に。ああそうそう、一気にしてまだなんて、まだ1ヶ月、まだ全然2ヶ月、まだ2ヶ月しかない。今何キロぐらいなんですか。今83ぐらいです。で仕上がりがあと2キロぐらいはしかないです。こっから2キロ、こっから有酸素入れたりして。まだされてないですね。はい、有酸素入れたりして。すごい、どうなってるの。もうすでに真ん中割れてるし。お、いいですか。ポーズが取るんですけど、今こんな感じです。うわ、さっき肩一緒にトレーニングしてて、なんか変な凹み方というか。ああそうですね、こういう、そう、ここ、こういうところのエッジが、そう、これがなんか中継選手とは違くって、そうですね、この辺のこんなとこ凹むのみたいなそういうところ、そう、こういうところだとか。太い選手はいっぱいいるんですよ。そうなんです、いるんですけど、ここの溝ですよ。ここはやっぱりステージに立った時に違いがあるんですね。3ポーズぐらいって言ったんですか。バイセップス、サイドマスキュラーぐらい、ちょっと3ポーズぐらい。血管太いですよね。血管が、こっから2キロですね。減量期間って何ヶ月ぐらいですか。今年は長いですよ。ゲストがあって、ああされてました、はい、なので3月からやるかな。3、4、5、6、7で、まあ、5ヶ月で、まあ、10キロちょっとぐらい落ちたんです、まあ、月2キロペースです。オフで95ぐらいですか。94まで来た。結構半数も結構増えたんですよ。そんなに増やす人あんまその日本のいないですね。いないですね。ですよね、うん、なんか減りづらくなるとか、うん、日本のトップ選手ってなんか減量幅5キロですとか3キロですっていう人が多い中、まあなんか結局、うん、はベテラン選手になってくると、もうオフに体重増やしたところであんまメリットがないんですよね。筋量が増えるわけじゃないし、うん、あんまりなんでどっちかというと減量をいかに楽にやるかっていうところですけど、僕はもう無理ですね。食べちゃう。あ、僕もなんかリンパルクはもう正直クソくらいだと思ってて僕もダメなんですよ、うん、まあ、リーンなもの食べて増える分はもういくらでも増やしていいと思ってて、うん、15キロぐらいなら全然僕まだ若いしっていうところなんですよね。なんでもう全然今年も110までいかなくても110弱ぐらいまで。30キロぐらい増やしていいんじゃないですか。そんなにオフ取れない。また春前っていうか今年正月からやってるんですよ。1月の末からやってるんで。確かに120まで増えるともう増えた瞬間減量入るから、ね、うん、そうですね。でもやっぱ仕上がり100キロだと120キロ弱で腹筋の溝見えてるぐらいじゃないと多分無理だと思うんですよ、まあ、将来はそういう風になりたいなと思ってる感じですね。とりあえず今年は105腹筋105ちょいぐらいも増やして、まあ、来年93、4ぐらいでやれるように夢を持ってやりたいなという感じですね。有酸素なしでもここまで落ちちゃうんですよね。もう日頃の運動量は高いからですかね。あ、それもあるし、やっぱりだいぶ PFC バランスを変えて、うん、若い頃とタンパク質とにかく今取らないですからね。あ、なるほど。その分あの糖質をたくさん取る、楽にしようと思いますよ、ね。あ、はい、今結構時代がそういうのがあるんですよ、ね、なんか時代によってなんかトレンドありますよね。結構糖質を取りながらあのタンパク質もギリギリまで抑えて、うん、そんなにないですよね。正直僕も女子棒かける2ぐらいでいいかな、うん、200g ぐらい、はい、逆に多すぎると絞れない感じがするから。今2ぐらいですね。日本クラス別に向けて、はい、僕は3キロ頑張って、まあ、頑張んなくても多分ドカッと落ちるけど、そうですね、いい報告できるように。なるほど、ちょっと楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、絶対カットしないんで3回目ですか。多分カットされて、2回目もカットされてました。まだ確認してないんですけど、多分カットされてないはずです、はい、いや多分されてないです。まあちょっとそうですね、じゃあ
今後の人生の目標についてでっかい声でなんかうわーってちょっと絶対カットしないんで、今後の人生についてちょっと語ってもらえればと思います。いきます、3、2、1、どうぞ。多分これはカットされないな。ありがとうございました。